じゃあ次26から30の人、はい、はい、書いてる金額がそのままもらえるわけじゃないから30給料に合ってなくない？合ってないどうもこんにちは、旬代理メンバーのオクラです。しずです。元旬代理メンバーの星かけるです。はい、ということで今日は社会人のリアルをお伝えするべく3人のお金事情について、大手 IT 勤務、元大手人材勤務、スタートアップ1年目ということでそれぞれお話ししていこうと思います。この動画では意外とお金のこともちゃんと気にしてた方がいいよねとか、実際にここもっとちゃんとこうしとけばよかったとか、ここ見といた方がいいよっていうことを会社選びの段階で知っておけるような動画にできたらなと思ってますので、全部ほとんど言うので見ていてください。確かに、はい、じゃあまずお給料、新卒平均より高いか低いかでいこう。まずはい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 、はい、じゃあ額面で高かったか低かったか、うん、せーの、高い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 んだ。高いんだね。いやまあまあまあ、でもまあお金大事ですから、うん、私は知らなかった、言われた額で、はい分かりましただったから、そんな高いとも正直思ってなかったけど、うん、知って、あ高いんだ、ありがとうございますってなった感じ。ああ、そういうことね、うん、だからスタートアップとかベンチャーだったら稼げないだろうみたいなのは、うん、本当幻想なんじゃないかって思う、うん、ああ確かにね。じゃあ20から25の人、うん、いないわ。じゃあ次26から30の人、はい、確かに31から35だね。うわー、やっぱ高いね。まあまあ想像通りだよね。まあ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 確かに。でなんか額面と手取りが違うんだよね。だから手取りはもうちょっと低くなっちゃうから、うん、なんか説明して。ああ、でも言うて30から35って額面の話だから、うん、手取りで考えると全然低くて、うん、ほんと25から30の間、まあ、だいぶ変わる。そうだね、そうだね、もう5万ぐらい変わってきて、5万ぐらいかな、変わってきてて、ね、そうそうそう。でなんか健康保険みたいなやつとかで、うん、1万ぐらい引かれて、もう1個同じようなやつで1万ぐらい引かれて、であとは年金、それで3万ぐらい引かれるから、うん、めっちゃ引かれるよね。全部で5万ぐらい引かれたりしますね。だからつまりその就職先選ぶときに書いてる金額がそのままもらえるわけじゃないから、うん、そこをちゃんとチェックしなきゃいけないっていう。私は見込み残業時間30時間含まれてる、うん、あで僕は残業、固定残業時間あんま言えないけど、その80時間とかほどじゃないけど、はいはい、あってそれを超えると残業手当がもらえますけど、うん、まあ、それ込みで30から35万ぐらいっていう感じですね、はいはい、私も固定残業あってちょ30か45か忘れたんだけど、働いても働かなくてもプラス6万円ぐらいつくって感じだった気がする。え、そういうこと？額面に含まれて、それも入れて30ぐらい。けどさ、まあ、残業めちゃくちゃしてるじゃん、スタートアップだったら、うん、でのそれっていうイメージなんだけど、うん、全然残業がなかったってことだよね。うん、残業せずにお金だけもらうっていう。でも、まあ、してる人もいるから。なるほどね、はいはい。そう、固定残業とか意外と良くて、レバレッジさん80時間になりましたとか、うん、CA サイバーエージェントとかも80時間だったりするけど、うん、まあ、それは別に残業ゼロだとしても80時間分の残業ってやってもらえるし、うんうん、80だとしたら普通にもらえるだけだから、うん、別に悪い制度じゃないっていう。めっちゃいいね。ただそれを知った上で入るか入んないかだと話が違うよねって話なので、うん、ぜひちょっと、あ、ここじゃあ80時間残業する可能性も出てくるんだなとか思って入った方がいいよって話ですね。そうだね。可能性ね、社員さんにどれぐらい残業してるか聞けばいいんだ先に。なるほどね。社員訪問とかで。おっしゃる通り。うん。社会人になると具体的に何にどのくらいお金を使うようになってるのか、うん、8月の支出を部門別に言っていくっていうところ。いいね、はい、まず家賃、管理費込み9万5千、光熱費大体5千ぐらいだから、まあ固定10万ぐらい、うん、ああオッケー、固定10万ぐらいね、うん、家賃と僕固定で8万ぐらい、8万ぐらい、はい、私も家賃が8万ぐらいで、光熱費とかもろもろ入れて固定費が9万ぐらい、大体そんなもんか。次、食費、交際費抜きで、抜きで1人でとかのやつで、私は大体1万円ぐらい。本当に？私もうお昼も全部お弁当なのよ、朝昼晩あれ で私土日のどっちかにスーパーに1週間分の食費を買いに行くのよね。そこが大体2000円とか2000ちょっとな、だからお米と調味料合わせても多分本当に1万円とかだと思う。やば、反省してるわ今。なんかね、どうしようかね、繁殖とか飲み物買うとかしたら、うん、なんか7万ぐらい、7、8万ぐらい。次、旅行、私8月末から9月の頭でギリシャに2週間行ってまして、うん、結構イレギュラーであります。どこ行った？夏はタイと台湾ですね。うわ、行ってんね。じゃあ2人とも行ってんね。行ってんね。じゃあ私40万。ああ、そのタイ台湾15万ぐらい。旅行合わせて15万ぐらい。え、月平均どんぐらい？月平均。ああ、月平均ね。30。給料に合ってなくない？合ってない。全て30入ってきて30だったみたいな。うん。おー、僕でも言うて今突っ込んだけど22とかじゃん。え、そんな少ない？私も多分そんぐらいだと思う。もうちょい使ってる。さすがに30いってるかも。
30だ。そう、おかしいわ俺。だって給料が入ってきたやつがそのままなくなってるもん。そう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 、次の入ってくるときに私若干残ってるから持ってると。そうだね、うん、だからでもその残ってるやつでちょっといい旅行とか行ってみたいなので採算はしてるから。あ、そう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 、まあ、みんな一緒ですっていう。就活生が知っといた方がいいお金のこと、はい、最初の収入だけ見ると、まあ、痛い見る可能性があるなと思ってて、うん、大手企業とか最初なんか20万25万とかだとしても、うん、なんか最終的に平均年収1000万ぐらいはいきますみたいな、うん、ところがあったりするわけですけど、うん、最初の新卒で入った時の収入が、まあ、年俸で500万とかいってる企業だとしても、うん、平均年収が560万とか、うん、600万だったりすることがあるのよ。ってなると、うん、結局それって業績が上がらないから、最初だけで人欲しいが最初とりあえず高い年俸を設置してるけど、実際その入った後って伸ばしづらいし多分楽しくないし、うん、ちょっとなりかねないから、何歳にどんぐらい行くのかっていうのを社員訪問だったりとか、まあ、オープンワーク見たりして調べてみると結構いいかなと思いますね。しずちゃんは？いや、私は逆に給料は最低ラインというか自分の生活ができるかっていうのは担保しなきゃいけないけど、自分がそこで得られるスキルとかその後の年収を自分で上げていくために必要なことができるかどうかを重視した方がいいんじゃないかなって思います、うん、ね、あ、そこに入って自分で何やるかも大事ってことね、うん、それはそうだね、確かに。え、ちなみにその最低ラインっていくら？東京で生活するなら、あ、手取り22とかはいるんじゃない？さすがに。でもまあ人によるけど、うん、しずちゃんの基準で例えばいいとこ遊びに行きたいし交際費も使いたいってなったら、うん、そのぐらいは欲しいよってこと。そうね、はいはい。でも私思うのは、うん、そのやっぱり大手と比べた時に絶対自分の方が年収低いんだって思ってたし、うん、なんかこれからの上がるのとかも確約されてるじゃん、めっちゃ、うんうん、うわすげーと思ってたのけど、最近スタートアップの夢に気づき始めて正直ついに気づき始めて、あ、ね、今じゃあダイヤに10倍100倍って全然見えるなって、あ、確かになった時に、それを自分で作れるしとか、企業の価値が上がるだけ、めっちゃ創業メンバーなわけじゃん、こことか、うん、ならもう、あ、絶対自分はもっとちゃんと稼げるんだろっていう確信になっちゃったわ。そういうことね。現時点で別にそのすごい低いっていうか、むしろちょっと高めでもらってるのに、さらにこっから10倍100倍の絵が見えてるって、もう全然見えるだからなんか初任給だけ見ない方がいいっていうのもあるし、ここ行ったらいくらだからみたいな大手がどうとかも、まあ、ちょっと幻想なのではないかなって。いや、そう自分が思ってたから。自分でもあれよ、他のねベンチャーも一回見てほしいよ。そしたら、あー、確かに他のベンチャーとかは、まあ、ちょっとだけ見たけど、まあ、そんなに10倍100倍の未来が見えるような会社ってそんなないから。確かに。いや、かつそのベンチャーって言っても100人目で入ってもあんま意味ないと思う。そうなのよ、うん、100人目とかだとね、あのおこぼれ少なめになってる可能性あるから、初任給だけで見て選ばない、ちゃんと上がり幅とか